今回は神田第4弾周辺のラーメン屋さんですね。まずは濃厚うま口醤油神田ラーメンワイズさんです。僕いつも濃厚ガッツン系のうま口しょっぱ系の家系は苦手って言ってるんですけど、まあ少し好きな店もあるっていうじゃないですか。ここなんですよ。ここの神田のねワイズさんはねバチクソうまいんですよね。よく YouTube とか有名なねあの家系の社長がこう、うちは何トン使ってるとか 何百キロ使ってるとか、豚はうちの豚骨の濃厚さに勝てるとかねとか言うじゃないですか。僕食べたことあるんですけど、全然ワイズさんの方がね濃厚っすね。もう濃厚さで言ったらここと野方の軌道屋さん、ここの2つがもう本当に美味しくて、もう濃厚なのにねベタベタしてなくてねマジうまいんですよ。で変に偏ってなくてしっかりバランスが取れててね、特にワイさんはねチャーシューがね僕家系の中で一番美味しいんじゃないかなと思うんですけど、見ててもなんかもう美味しそうでしょ。もう本当美味しいんですよね。ですから今回濃厚ガツン系うまじょっぱ系でもう唯一じゃないですね、2軒か今んとこ大好きなお店です。もう本当に美味しいんですよ。ぜひぜひ神田に来たらこちら来ていただきたいと思います。日曜日はねやってないんでね、平日だったらいいと思います。結構並んでるんですけど回転早いんでもう大丈夫だと思いますけど、店内狭いんでねちょっとあれなんですけど、まあまあぜひぜひ来てほしいと思います。そしてワイズさんから5分ぐらいですかね、淡路町のところにある塩生姜ラーメン専門店マニシさんですね。こちら名前の通りね塩生姜ラーメンがメインなんですけど、まあ、限定でもういろんなラーメン出してるんですよ。豆腐ラーメンとかねバチクソうまいんですよね。でまあ全然二郎系みたいなのもたまにやったりもいろいろやったりします。こちらがねレギュラーの塩生姜ラーメンですね。とにかく優しい塩の効いた旨味のあるスープに、まあ生姜が効いてるんですよ。やっぱりすごくでもなんていうんですかね、嫌な感じじゃないですよね。優しいんですよ全体的な味わいが。でねツルツルもちもちの麺でね、僕ね本当に美味しいと思います。ほんで基本的にチャーシューこちら鶏ですね。たまに豚もやったりして、なんか肉祭りとか言って牛やる時もあるんですけど、その時はねまた美味しいんですよ牛も。こちらねスタンプカードを反抗してもらいますよ、ラーメン1杯に。でちょうど10杯でタダなんで、この時にね、サービスラーメンってことでタダで食べさせてもらいました。めちゃくちゃラッキーですよね。そしてこちらが夏の限定冷たい塩生姜油そばですね。これねマジうまいんですよね。食べ方っていうとちょっと微妙なんですけど、これもかき混ぜて、もうかき混ぜなくてもいいんですけど、そのまま食べていただいてもいいし、つけ麺みたいにして食べてもらってもいいんですよ。でジュレがかかってて、まあそのジュレの近くにまたねジュレみたいなのが凍ってるのもあるんですよ。それがまた溶けるとまた味が変わってくるんですよね。で味の変化とともにいろいろやってみる。でまあこのスープをちょっとこっち側に移してもいいし、でこれはこっちで食べて、なんか口直しにスープ飲んでもいいんですよね。どんな食べ方しても自由なんですけど、もうねどんな食べ方しても美味しいんですよ。このね冷たい油そばはねぜひぜひおすすめなんで、夏場ぜひ食べに来てください。
そしてマニシさんから神保町の方に向かう途中にあるところですね。マニシさんから歩いて5分ぐらいかな。こちらがつけ麺金龍さんですね。こちらキング製麺さん系列みたいですね。結構前からしてもまあ新しい店なんですけど、一昨年ぐらいですかね、ちょっとあんま覚えてないですけど、できて、で昆布水つけ麺が売りでやってるんですよね。最初の頃に比べたら並びがちょっと緩くなってきたかなって感じですね。最初の頃はちょっとえげつなかったですけど、今は全然余裕で全然並べる感じになってきましたね。こちらつけ麺が有名なんですけど、僕的にはね山椒ラーメンも好きなんでね、おすすめです。そしてレギュラーのカツオ昆布水つけ麺950円ですね。行ってみました。こちらね、麺茹で加減にもよるのかもしれないけど、前はそんな感じなかったんですけど、今回ちょっと茹ですぎだったのか、麺がちょっと柔らかくて締まってなくていまいちだなと思いましたけど、基本的にはこの昆布水、カツオの昆布水がめちゃくちゃ美味しくて、この麺とマッチしてるんですよ。で正直これだけで食べれちゃう。一応ねこれだけで食べた後に塩入れて食べてって書いてあるんですけど、昆布水に塩味がついてるので、それだけでもう全然食べれると思います。しょっぱいのが好きじゃない人だったらね。で塩ベースの、漬け汁はほんのり酸味があってね、いい感じだと思います。どっちこの昆布水だけでも食べてもいいし、まあもう漬け汁つけても美味しいと思います。金龍さんね人気なんでね、ぜひぜひ食べに来ていただきたいと思います。今回は神田編をお届けさせていただきました。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。